久さや大通公演会場日本の真ん中祭りは8月末に愛知県名古屋市を中心に行われる踊りのイベント通称土祭り1999年に初開催され毎年催されている県外外からのエントリーがあり踊る曲のジャンルは問われないが自分の住んでいる地域地元をアピールするため 地元の民謡のフレーズを入れることが参加条件となっているところが特徴である。創始者は現在、日本ど真ん中祭り専務理事である水野光一。名古屋には、島田豊都市を改装とする日本民謡研究会という日本民謡の中心的な役割を担う巨大な団体が存在する。当時、そのような地元の文化を知らない学生たちが、 北海道札幌市で開催されるよさこいソーラン祭りに参加するため、1997年、名古屋学生チーム、シャチを結成し、よさこいソーラン祭りに参加した。そこで感銘を受けたメンバーの、名古屋にも、学生の手で活気のある祭りを作りたいとの思いから1999年に開催された。以降、毎年開催され、踊り手、 観客数は何年かにごとに落ち込みも見られるものの、その度に持ち直し、2016年は207チーム2万3000人の参加、観客220万人と発表されている。これらはそれぞれ、高知県のよさこい祭りと札幌市のよさこい双乱祭りを参考にしている。以下の章、部門について審査される。特別観覧席として、有料席を設けながらも、 観客動員、ゼロイコール全員参加型の祭りを目指し、踊り子や見物客などの壁をなくし、関わった人すべてが一体となって、祭りの空間を作り出すために作られた踊りのことで、東祭りの名物である。土祭り総踊りとして、ストトコ、名古屋で、ゴー、名古屋で、ゴーに、バッショイ、土祭り林、アイチッタ、セントレア、トゥイット等がある。 前述の通り観客数ゼロの祭りを掲げているが、主催者が観客数を発表している。個人が主体の任意団体、日本ど真ん中祭り組織委員会が開催していたが、事業の公益性が高まり、継続や発展が望まれる一方で、個人では背負いきれない部分が多く出てきたことがきっかけとなり、同委員会は愛知県知事の許可を受けて、平成19年4月1日から、 財団法人日本土真ん中祭り文化財団を設立し、同委員会は財団設立と同時に解散となり、財団理事長には財団発起人である岡田国彦が就任した。公益法人を取り巻く環境が変化する中、財団法人の設立は非常にハードルが高く、特に形のない祭りや祭りの開催効果を財産と認めることは全国でも前例がなく、 初めてのケースである。開催期間中の土曜、日曜には、在名民放テレビ各局が、祭りの模様を、ローカルタレントや局アナウンサーを交えての生中継や、後日の録画放送を実施していたが、2016年は、東海テレビと動画共有サービスのニコニコ動画で、生中継を行った。中京テレビは、同日に24時間テレビ、愛は地球を救うのイベントを、 久差谷大通公園、セントラルパークで実施している、関係上、東祭りに関しての放送などは実施していないが、開催団体の参助会員には名を連ねている。幼稚園児、中学生が主体となって構成されたチームが対象となる大会。2008年から行われており、2010年で第3回目の開催となった。審査には、ジュニア部門とキッズ部門がある。会場、 ヤバ公演前金賞を受賞したチームは翌日久殺や大通メイン会場で演舞をする。40人未満で構成されたチームが対象となる大会。2011年から行われている。ありがとうございます。